アナサーです。先日ついに解禁されて自分も参戦させていただいたエミレーツスタジアムですが、まあその模様はちょっとこちらをご覧いただければと思うんですけれども、その後再びスタジアムが閉鎖になってしまいました。ところが先日のエバートン戦、グディソンパークのスタンドには観客が入っていたので、あれ？エミレーツ閉鎖なのにグディソンオッケーなん？おかしいなおかしいな、変だな変だなと思われた方もいらっしゃると思います。で、それはなぜなのか、まあその理由なんですけれども、実はグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 AKA イギリスはエリアごとのティア制度というものを採用しています。ティアというのは、まあ直訳すると段階という意味なんですけれども、これ何かというとエリアごとの警戒レベルの段階に応じて周回できる場所や人数、レストランなどの営業制限などを制御するっていう、まあ、大英帝国の画期的な対策です。それではどういう行動制限をかけられるのか、ちょっと順を追って説明してみたいと思います。まずはティア1というのは、まあ危険度中ぐらいの危険度ってことなんですけども、ティア1ですと屋内外での集会は6人以内なら可能、パブやレストランもオープンできて、午後11時ま で在宅勤務、まあ、推奨ですが最小限の移動は可能、まあ通勤していいですよってことですね。そして美容院なども営業可能、そしてこれ一番大きいのがスポーツイベントやライブパフォーマンスなどは人数を制限してですけれども、まあ、開催可能ということです。この時は、まあ、ティア1とかだと、まあ、余裕で、まあ、スタジアムはオープンできると。そして、ティア2。ティア2は、危険度高めなんですが、まだワンチャンある。屋内での、他の家族、まあ、他の世帯との集会とかが、まあ、集会、密会みたいなことは禁止になります。ここから禁止になりますね。ただし、屋外は6人までなら OK。で、美容院などは営業可能。そして、パブやレストランは午後11時まで。ただしがつきます。ただし、アルコール販売が食事と一緒の場合のみっていう制限付きになります。これはどういうことかっていうと、酒だけ出すような店は NG っていうことです。イギリスのね、パブって、まあまあ最近でこそ食べ物を出す店も増えてきましたけど、未だ飲み物しか出してない店っていうのが多いので、そういう店は、オープンできないっていうことになります。そしてスポーツイベントやライブパフォーマンスなどは人数を制限して開催可能ということです。そしてティア3、これ最近までロンドンがこのティア3だったんですけども、危険度マックスっていうことになります。もちゃん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 ちょっとにゃ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 、ティア3の説明してんだよ。もちゃんティア3は危険度マックスという状態になります。これが最近までのロンドンだったんですね。で、自宅、店舗含め、屋内でのもう、他の世帯との交流は一切禁止。もう人と会っちゃいけませんと。屋内で人と会っちゃいけませんっていうことです。ほら、もちもちもち、カメラ見てもらう。公園などの屋外だと6人以内の集会が可能です。で、パブやレストラン、これもオープンできずに、まあ、テイクアウェイのみとなります。テイクアウェイっていうのは持ち帰りのみ。配達か持ち帰り。配達と持ち帰りのみになります。ね、もちゃん。そうでしょ？で、屋内の娯楽施設は営業停止。あとは、スポーツジムとかも、もう営業ができないということですね。スポーツジムとかも営業ができないことになります。地元以外への移動はほぼほぼ NG と。要はもうその中にいといてねっていうことですね。ただし、美容院などは営業可能っていうことですね。そして、ここで出てきた、スポーツ、ライブなどは完全 NG っていうことです。これでエミレーツは入れなくなりました。ティア3から入れなくなります。なので、この前のグディソンパークはおそらくティア2ぐらいだったと思います。それでワンチャン入れていたと。以上のように、ロンドンはティア3に格上げされて、実質エミレーツは完全 NG となっていたんですが、この度、さらなる悲劇がロンドン市民を襲いましたと。これ何なのかっていうと、なんと、クリスマス直前にしてですよ。これ5日前とかちゃう？ 5 日前とかですよ。1週間前ぐらい。もう、とにかくクリスマス直前にして、ここロンドンは、
この度勝手に新設された危険度ペタマックスのティア4という未知の領域へと突入しました。てかさ、その危険度ペタマックスティア4って何、まあ、実際なかったんですよ、この4っていうのはね。でも今回急遽新設されたわけですよ、この恐ろしい何かが。そしてロンドンどうなってしまうのかっちゅう話、ちょっと今からしたいと思います。サルチャンネル、まあ、ただでさえねティア3で相当規制されていたわけなんですけども、まあぶっちゃけそれ以上ってことですかね。それ以上、それをがっつり超えてるってことですから。てかロックダウンと何が違うのかっていう話ですね。でちょっとまあ調べてみました。ティア4になるとこうなります。それがこちら。通勤通学以外の移動が原則禁止。家にいろ。屋外で会うなら一人だけなら許す。ただし同じティア内の人に限る。だからこれあれですね、ティア4だったらティア4内の人だけしか会っちゃダメ。ロンドンだったらロンドンの人ならワンチャン OK。 ただし一人、屋外でよ。屋外ってことはだから家に入れちゃダメってことです。そして美容院やネイルサロン、ジムも当然閉鎖。これ全部ダメ。他のティアエリアに移動は禁止。他のティアからの移動も禁止。つまりここティア4でしょ、ロンドンティア4ですから、ロンドンからティア3とかティア2のエリアに行っちゃダメってことです。だからここからリバプールとかも行っちゃいけないってことになります。だから田舎からロンドンに来るのもNG。 そういうことです。そして当然欧州各国への渡航も禁止ということになっております。ここまで聞いたらお気づきの方もいらっしゃると思います。そうです、これティア4という名のただのロックダウンです。ただのロックダウン。とにかく家にいろ。そういうことです。つまりこれはボリス・ジョンソン首相からの事実上のクリスマス中止のお知らせです。クリスマスクリスマスってなりますよ。なる。いや、わかりました。まあ僕は家にいますよ。まあぶっちゃけ僕はいいんですよ。僕はね。なんだって無宗教という名のただのアーセナル信者ですから。ね。僕はいいんです。問題はローカルの人ですよ。日本の皆さん、クリスマスを舐めちゃいけない。舐めちゃダメ、絶対。なんだってね、この国クリスマスの日は全ての公共交通機関がストップしますからね、基本的に。日本だって大晦日だって動いてるでしょ、電車とか。だからクリスマスの日にこの国来ちゃいけないの。相手のケバブ屋しかないんだから。クリスマスに来たら大変なことになる、この国に。それくらい大事な日なんですよ。クリスマスというのはイエス・キリスト様の降誕祭なんですよね。で、これちょっとイエス・キリストの誕生日と思ってる人がいると思いますが、これ違うみたいです。これ違っていて、あくまで誕生日を祝う日っていうことみたいです。これウィキに書いてあったんで多分確かだと思います。そんなクリスマスね、日本だとさ、クリぼっちとか言うてさ、必死こいて道連れ探して真夜中にアカシアサンタ見るみたいなのが恒例行事になってると思いますけれども、この国は違います。この国の人たちにとってクリスマスっていうのは盆と正月とゴールデンウィークとシルバーウィークと土日祝日とありとあらゆるものが束になってかかっても勝てない、とにかくかけがえのない家族団らんで過ごす日なんです。だからこの日、すべての店は閉まりますし、交通公共機関なんてのも動いてません。空いてんのはケバブ屋だけみたいな。宗教と関係ないケバブ屋だけみたいな話になってくるんですよ。なんやったら、もし争いがあったとしても、この日だけは停戦協定結びましょうねくらい、それくらい大事な日なんですよ。もう日本人みたいにさ、ほら、もう本当に赤シャツを見ながら酒飲んでるとか、そういう日じゃないんですよ。もっと神聖なるものなんです。それが吹っ飛んだってことですから、これ相当な一大事ですよ。相当な一大事。ただしそれを飛ばしても致し方ない一大事が起こってるっていうことですよね。それが何なのかっていう話なんですけど、でその理由ですが、もちろんクレちゃんの数が、まあ、爆上がりしたっていうことも理由の一つなんですが、実はもう一つ理由があります。それがカラちゃん変異種の出現。
ここ数週間、イギリス南東イングランドで、コリちゃんの症例が激増したんで、これ何かっていう感じで調べたところ、その地域での症例の大部分が変異したコリちゃんによるものであることが確認されたっていうことなんです。要は、新しいのが出てきた。それが最大7割強の強さを持ってるっていう、結構ちょっとヤバめのやつらしくてですね。シンプルに言うと、なんでしょう。ドラクエでボス倒したと思ったら、突如、またバカでけえ、真のラスボスが登場みたいな、そういう感じですよ。でも実際、ボスも倒してないんで、ボスいながら、さらにラスボスも来たみたいな。倒してないやん。そっちじゃん。それやな。そっちの方がなんかちょっと感覚的に近いと思います。ってことは、ボス倒しながら、もうラスボスも相手せなあかんからっていう、ことですよ。それはもうクリスマス飛ぶよね。飛ぶよねっていう。分かっていただけました。飛ぶよね。飛ぶざるを得ないよね。そういうわけで、とにかく2週間は家にいろっていうお触れが出たわけなんですけども、これによって、欧州各国への渡航禁止も発動されまして、もう、完全に僕のね、日本行きの夢も、また遠のいてしまいました。もういつ帰れんのか。いつ帰れんの。いつ返してくれんの。しかしこの突然変異、スーパーバグと呼ばれる出現を予言していた少年がインドにいたのを皆さんご存知でしょうか。実はこの少年、クリちゃんのパンデミックの予言を的中させてて、今回この新種のやつも12月20日前後に大流行するっていうことも半年前ぐらいから言ってたんですよ、この人。まあ僕もね、それはまあ心の準備があったはあったんですけど、実際12月20日前後にこうやって来ちゃったと皆さんご存知だと思いますが、僕も MMR 愛読者にしてムーミンなので、ムーミンというのはムーの愛読者の通称なんですけど、まあこうなることは覚悟はしていたっていうところはあるんですけども、さすがに身近にね流行っちゃうみたいなことまでは思ってなかったので、また日本遠のいちゃったなって、ショックしかないんですけども。ただ、希望が一つだけあるとすれば、その少年が言っていたのは、この新種のやつは3月下旬まで続くっていう予言をしていたので。逆に言えば、3月で収束するのではないか、そういう淡い期待を抱いております。はい。っていうか、それを信じて、これから強くたくましく生きていきたいと思っております。ちなみにこの少年、家に閉じこもっているのは免疫を下げるだけ、外に出て太陽を浴びることも大事言っていますので、皆さんもね、まあ密を避けながらっていうことになると思いますが、太陽浴びて、ボリアンソー、太陽浴びて、ボリアンソー、おだねるなや、まあ同じステップでね、僕の毎日は生きてるだけじゃ物足りないと思いますけども、今はうがい手洗い納豆でこの難局を乗り越えてまいりましょう。以上、サウジでした。毎度。